静岡県長郡の範囲長郡は、静岡県にあった郡。古代の郡域は、伊豆半島西岸、現在の沼津市伊田から南伊豆町イルマにかけてだと、考えられている。和名省には、伊ダ、長、石化の三郷があるが、平城系跡出土の木管にはさらに岩市、イルマ、丹下、土日の四号が確認されている。これらは、以下の通り現在の地名に否定されている。 軍がの所在は分かっていないが、松崎町長野近辺には、式内者が多く否定され、軍名教の衣装地とも目されることから、当軍の中心地であったと推定される。近世になって君沢軍が成立し、現在の伊豆市長下大北が軍域から外れた。また元禄期に中川伊南が鴨軍に編入されたとされている。その結果、1879年に、 行政区画として発足した当時の軍域は、現在の行政区画では概ね以下の区域にあたる。不走略期などに、天武天皇9年に、駿が2軍を分けて、伊豆国となすという記事があり、これは、田形軍と鴨茂軍のことだと考えられている。しかし、藤原旧石出土の木管に、伊豆国中軍とあることから、遅くとも、和道3年までの間に、中軍が成立していることになる。 はじめ、中軍と記したが、和道六年工事令により、長軍となった。この時期の表記として、他に中軍、中軍、長軍がある。中世には、北部は伊田省、南部は西名省となっている。在地の有力者についてはほとんどわかっていない。北条五大期には、明王二年、北条総運の伊豆進行の際に、問いの富流し、 他後の山本氏、雲見の高橋氏らを従いたとある。このうち山本氏は、北条水軍の中核的地位にあったとされる。天正十八年、徳川家康の江戸入城に伴い遺体は、家康の領地となり、幕府領として、伊豆大官、三島大官、二ら山大官が支配することとなる。元禄の,の地方なおし以後は、旗本領、縦林藩領、掛川藩領が増えていく。 61、中野郷村62、西名村63、田子村64、宇ぐす村。ありがとうございます。